はい、こんにちは、まめと申します。今回からサラ様のモノクロの記憶というゲームをやっていきたいと思います。ちょっと酔っ払ってます。あー、一人で梅酒を飲んでます。最近よく夢を見る。私がまだ幼かった頃の夢、男の子と一緒にいる夢。はい、ふわふわしてる。やばい。でもあなたの顔は、ああ、モザイクかかってるよ。いつも見えない。はい。ねえ、あなたは一体誰？ちょっとろれつが回らないかもしれない。ミヤちゃん、あ、かわいい。あ、またあの夢。はい、ミヤ、起きてるか？その声はバレン？そうそう、オレオレ、オレオレ詐欺？やばい、このテンション。これ、今朝のニュース紙持ってきたからポスト入れとくぜ。ありがとう。さて、そろそろ起きなくちゃ。はい。おう、セーブはできないのですね。あ、はい。走ったりとかは、あ、できる。シフトで走るんだね。今度片付けなくちゃ。今度整理しなきゃ。何が入ってるんでしょうね。この本、お母さんが買ってくれたんだっけ。気になるものは特にないかな。特に気になるものはないかな。はい。じゃあ、とりあえず外にもう出たらいいのかな。あー。もう今一人で梅酒飲んで一人舞い上がっちゃってる。ちゃんと火は消してるわね。はい、じゃあ外に出ていこうかな。最近のニュースは、はい、引き続き北の館に用心せよ。村の北にひっそりと立つ無人の館、そこは皆から北の館と呼ばれている。無人のはずなのに夜中に人の声が聞こえたり、誰かがいる気配がしたりと、最近噂になりつつある館である。果たして何者かが潜んでいるのか、悪人の、となり果てたのか、わかんない。それとも、近隣の者たちは念のため近づかないよう心がけるべし。あの館、確かに不気味だわ。近づかない方が良さそうね。魔術師の秘密にズームイン。この世界には我々一般の人間とは違う魔力を持った魔術師が存在していることはもうご存知のことだろう。彼彼女らはその魔力を使い、常に我々の生活を支えてくれている。ヒーラーが例として挙げられる。なんかそういうRPG みたいな世界なのかな、世界観。我々は以前魔術師の封印系統の術は13年で効力を失い始めるという発表をしたばかりである。しかし最近になってその魔力を利用すればとんでもないことが実現できるのではないだろうかないかという推論が浮上し始めた。例えば年を取らなくなるということである。不老不死ですね。子供は常に子供のまま生きるということももしかすれば可能なのでは。あるいは姿形を変えたり性別を変えたりすることもできるようになるかもしれない。ああ、そんな簡単に性別が変わったりできたらいいですね。実に興味深いものが。それはそれでちょっと怖いわね。まあ確かに。家族の愛の力、救われた少女。先日余命を宣告された少女が奇跡的に回復したというニュースが入ってきた。少女を担当していた医師も原因は全く不明と述べている。回復した少女はいつもお母さんの声が聞こえたと話しており、我々は家族の絆という力を認めざるを得ないだろう。家族、お母さんか。お母さんが亡くなったのは私が4歳の時だったから、もうすぐ13年も経つのか。へー、そうだ、今日はバレンのお父さんがやってるお店の特売日だ。たまにはたくさん買わないとね。はい。じゃあさっきの、バレンくん？バレンちゃん？わかんない。もうなんかもう酔っ払っちゃって。
おはようございます。皆さん、今日もいいお天気ですね。はい、もうこっちは梅雨に入っちゃってね。なんか、みやお姉ちゃん、私みやお姉ちゃんのこと大好きだよ。だから辛い時とか寂しい時とかは我慢しないで言ってね。はーい。あら、みやじゃない、どうかしたの？困ったことがあったら何でも言いなさいね。あなたは一人じゃないんだから。あー、みんなが仲間なのね。特に調べなくていいかな。あ、うさぎ、うさぎは嬉しそうにミヤを見ている。おお、びっくりした。セーブですね。うさちゃんがセーブなのね。お、牛がおる。牛ー。おぉー。あ、話しかけられない。あー、もうやばい。今日絶対やばいわ。すごいキモい気がする。まあいいや、もういつもキモいですね、もう。はい。テンションがなんかおかしいだけで。お、ミヤ、来てくれたのか。はい、来たよ。おはよう、パレン。特売日だって言うから来ちゃった。そうか。わざわざありがとな。おい、パレン。いくらミヤちゃんが来たからってお客さんほっとくのは感心しねえな。あ、わかってるって。親父はいちいちうるさいんだよ。ミヤ、悪いけど今せっかく接客中だから、また後でな。うん、お父さんの仕事の手伝い頑張ってね。ああ、ゆっくり見てってくれよな。さて、何を買おうかな。今日はリンゴがいつもの半額。それに他の商品も割引されているからありがたいわ。ああ、相変わらずバレンはミヤしか見えていないのね。え？うん、なんでもないの。気にしないで。ほうほうほう。お、なんだ？あ、ミヤお姉ちゃんだ。おはよう。今日はお使いかな？おう、違うよ。私、ミヤお姉ちゃんに会いに来たの。え？私に？うん。バレオネ、お兄ちゃんに聞いたら、今日は特売日の日だからここに来るかもしれないって教えてくれたの。だからここで待ってたの。偉い？そっか、待っててくれたんだ。ありがとうね。えらいえらい。それで、私に何かご用？うん。はい、これ。これは、ポピーの花？うん。ミヤお姉ちゃん、花好きだったよね。ミヤお姉ちゃん、記憶喪失っていうのになっちゃったんでしょ？お父さんが言ってたの。昔の記憶は、好きなものは見ると戻るんだって。そのためにわざわざ。うん。ありがとう。すごく嬉しい。はい、はい。バレン君。記憶喪失って言ったって大したことねえって。バレン。だってそうだろ。記憶がないって言っても、お前がひどい熱で寝込んでたあたりの記憶が曖昧なだけなんだから。この村のことや俺たちのことを忘れたわけじゃない。それに、その後すぐ、お袋さんが亡くなったんだ。精神的にも参っちまったんだろう。その頃の記憶がなくなっても仕方ない話さ。ごめんね、心配かけちゃって。別にいいって。それよりもお前、なんか最近元気ないじゃないか。え、そうかな。にゃお姉ちゃん、どこか悪いの？うん、大丈夫よ。心配してくれてありがとうね。ポピーの花、すごく嬉しい。大事にさせてもらうね。うん。それじゃあ、ミヤお姉ちゃん、またね。はい。あんま無理すんなよ。何かあったら俺に言えよな。うん、ありがとう。あとこれ、親父とお袋から、リンゴとトウモロコシ。もらっていいの？いいって、いいって。いつもミヤには世話になってる。はい。続きやっていきたいと思います。なんだか悪い気もするけど、せっかくだからもらっていくね。お父さんとお母さんにもありがとうございますって伝えておいて。わかったよ。それじゃあ。はい。暑い、もう。やばい。めっちゃなんかカーッとする。暑いです。
うさちゃんにセーブして、お家に帰ったらいいのかな？はい。お、なになに、どうしたどうした？おー、誰か来た。うわ、あ、ごめんなさい、大丈夫？うん、平気よ。ごめんね、よそ見してて。あれ、君、どこかで、え？おー、なるほどね。ん？きっと、ああ、違う。さっきから一体何を。おーい。あ、なんだなんだ？ミア、親父がこれ持っていけってさ。バレン。また、ね、ミアちゃん。え？いない、消えた。あれ？消えちゃった。ああ。ったく、親父もほんと人使い荒いよな。で、あれ、どうかしたのか、ミア。今、子供が。子供？あ、うん。なんでもないの。それよりもわざわざ持ってきてくれて、ありがとう。ああ。それからは普段となんだ変わりない時間を過ごした。バレンのお父さんとお母さんからもらった食材で料理を作ったり、子供たちと遊んだり。でもどこかで警鐘が鳴っていたんだと思う。私の頭からあの男の子が消えることはなかった。はい。はい、夜が明けました的な？てんてんてん。どうしてだろう。こんな時間なのに眠れないなんて。それに、あの男の子、私どこかで。頭が。やばい、ごめんなさい。相当。もうなんか、もう本当にやばい。ああ、あのモザイクのかかった。また、この夢。これがあの男の子。どうして？ん？どうして？ああ、あなたの顔がわからないの。はあ。なんで顔が？一体、これは何なの？どうして子供の頃の私がいるのに、私はこの光景を覚えていないの？やっぱり、私の忘れてる記憶なのかな？この光景は、私がひどい病気にかかった時に、それと、母を失ったショックで失った記憶？思い出したいのに、思い出さなきゃいけない気がするのに。少し落ち着かなきゃ。外の空気でも吸いに行こうかな。はーい、お外に行ったらいいのかなぁ。あ、さっきの子がいるじゃん。あ、北の館に注意の。あれ？あの子は、どうしてあの子が？それもこんな夜中に。とにかく、こんな夜中に子供が一人でいるなんて危ないわ。ましてやこの先は北の館。急いで追っかけて連れ戻さなきゃ。ロレツ回ってるかな？ラリルレロ、ラリルレロ、ラリルレロ。はい。心配そうな目で。ありがとう、さちゃん。他の家もちょっと、ああ、こんな夜分に、ああ、お昼に入っとけばよかったな。入れないんだ。なんだっけ。ラルフじゃなくて、なんだっけ、ラーなんとかくん。忘れた。北の館にじゃ入っていこうかな。あー、なんか音が、不気味だ。あれ？何？ループ？ループしてる？もしかして。え？あ、何？ごめんなさい、なんか出ましたね。失礼しました。おかしいな。どこにも見当たらない。この道は一本道だから行き違いになるはずないのに。この先は北の館だわ。もしかしてあの子、北の館だって知らずに入ったんじゃ。さすがに一人で北の館へ探しに行くのは怖いな。こんな夜中に申し訳ないけど。ラルフじゃなかった。バレンだった。全然違った。バレンに一緒に来てくれるように頼んでみようかな。
ラスが。早く村に戻ろう。村に戻ったらいいのかな。これは文字が消えかけて読めないわ。はい、なんかさ、私の空耳か、なんかついてきようとかすると思ってると、もうやばい。幻聴までしだした。もう、酔いどれ実況はダメですね。なんかおかしい。なんか、やばい。もうおらん。ごめんなさい。うわ、いやー、ほんとに、テンションがやばい。変だな。もうそろそろ村が見えてもいいはずなのに、片言になる。一本道のはずだから迷うことはないし、それに気のせいかな。景色が変わってるような。明かりも一つも見えないわ。後ろに、あれ？急に空気が冷たくなった。逃げる系？逃げるフラグ？逃げ、いや。あ？一体どうなってるの？あんなの、見たことないよ。もうわけわかんないよ。私どうしたらいいの？村には帰れない。それならこの先に行くしかない。でもこの先は、誰かに頼ってばっかじゃダメだよね。あの子もいるかもしれない。行ってみよう。はい。にゃんこちゃん、今度にゃんこがセーブ？黒猫が安心させるような瞳でこちらを見ている。はい。じゃあ、今回は館に入る前で、この辺で終わりたいと思います。もうなんかね、ちょっと酔っちゃって、テンションがおかしいんですけど。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。では、バイバーイ。